ラジレディオソウル新日本プロレスナナナナ内藤です。 IWGP ヘビー級タイトルが欲しい。なんでかって、それは俺の夢だから。ヒューヒューかっこいい。皆さん応援よろしくお願いします。新日本プロレス内藤哲也、リスンとFM ハイ。さて時刻は4時41分になろうとしています。ここからは電話がつながっています。新日本プロレスの内藤哲也選手です。こんにちは。こんにちは、内藤です。よろしくお願いします。お久しぶりです。まあそういう感じか。そうやね。はい、はい、まあまあなんかこの1ヶ月の間にもいろんなことが内藤君にはあったようでね。はい、ね、下り坂です。ねえ、本当に。まあなんか、どこまで下ればいいやろね。はい、本当に、そこが見えんぐらい下ってるよね。そうですね。うん。素晴らしいよ。そんなに下れる、なんか、下が張ったみたいな感じで。本当に。そうですよ。自分で掘ってるんちゃうか。掘っても、うん。まだ見えてこない。ねえ。素晴らしい。はい、本当。頑張ってください。本当にね。これは、でも、うん。矢内さんが今、地球を掘ったとしてみてください。うん。掘って掘って掘ったら、うん。この、なんですか、ブラジルあたりのこう地上に出るわけですか。いや、溶ける。その前に。溶ける溶ける。まあ、うん、まあ、確かに溶けますけど、うん。じゃ溶けなかったら。まあ、その前に、もしかするとやで、運が良かったらやで。はい。温泉掘り当てて、人儲けって感じになるかもしれん。出た。やったよ。やらしい、また、お金の話、また、やらしい。まあでもね、こういう話、あなたが好きかなと思ってちょっと振ってみたけど、あなたほら、やっぱりブログ、あれだけの更新頻度や、ほんと何個も何個もなんか、うまいこと分けて、みんなに見てもらおう、はい、なんかアクセス数増やそうみたいな、企んでることがすごいよね。バレてます？ほんとに、うん。すごいわ。いや、今までそんなに企んでる人見たことないもん。いや、企んでない、ようにね、企んでるのを知られないようにしてるんですけどね、うん、そうかな。もうなんか携帯まで最終的に落とすからね。そうですよ。本当にネタのためなら携帯も落とすと。それもまたね、大外機まで落としてそれをネタにするというね、すさまじい性格してるよね。本当に。いやー、もう参っちゃいますよね。え、今日電話繋がらへんのちゃうかなとかと思ってたもん。あー、まあ通話の方は、ね、うん、なんとかうんなってるんですけども、うん、まあ、の画面の操作がちょっとあんまりできないので。ああ、なるほどね。それってでも代替品やから、それ落としたのがあかんのやろ、やっぱり。いや、そうですよね、うん、それ罰金ですね。そうやね。まあでもほら、結構稼いで貼りますから、あなた。いや、よかったね。いや、全然ね、やっぱ人からこう代替で借りてるものでもあっても、平然と落とせるっていう身分が素晴らしいなとちょっと思いますけれども。偶然とじゃないですよ。本当に。あ、ね、あ、それを落としてもうブログにすることによって、はい、何、その携帯が何個か返ってくるぐらいの採算が取れるんかなとか思う。本当、返ってきたらいいですけどね。ねえ、いや、うん、この平らの部分から先に落ちたらよかったんですよ、携帯。はいはい。運悪くこう、縦に落ちちゃったんですよね。なるほどなるほど。角から落ちてしまって、うん、もう、ねえ、ちょっと割れておりますよ。ね、まあ、僕の iPad みたいな感じかな。あ、ありましたね、うん。そうそう。角から落として、それもハードケースに入れてんのに、角がちょっとだけ剥き出しになってたよね。その角めがけてうまいこと落ちて、パリンみたいなね。ああ、うん、ハードケース、そうですね。やっぱソフトがいいんですかね。どうなんだろうね。もう全部なんか、パックリと綺麗に覆われてるやつがいいよ。もうほんと。ああ、覆われてるやつ。うん。ちょっと探しますよ。そうだね。でもなんかその代替機のやつを買ってもしゃあないから、自分のやつが帰ってきたら買った方がいいよね。あ、そうですね。うん。わざわざ代替機のやつまで、あ、なんかカバー買ってくれたんや、みたいなね。うん。そう思われるからね。うん。はい。まあでもやっぱり、だってちょっと携帯が使えなくなったりとかすると、その不便っていうのを感じるでしょ。めちゃめちゃ感じますね。ねえ、もう。まあ、自分が中学生ぐらいかな、みんな持ち始めたのは。うん。なんですけど、うん、だからもっと私より年配の方っていうのは、うん、携帯がない状態でこう20代とかね、
30代とかも過ごしてたわけじゃないですか。そうですね、僕ハワイにいた頃携帯持ってなかったし。ああ、うん、もうちょっと信じられないですよね今、うん、こんなに携帯依存してるじゃないですかみんな、うん、ねえこんなにも変わるんですね。変わるね。もうだってもう携帯と財布とどっちって言ったらなんか携帯なくし落とした方が怖いなって思うもんね。確かに、うん、そうですね。あ、内藤さんの場合はそうか、財布の中身も多いから別にね困るからね。多くないです、ね、いや多かったらそれはね大変ですけどね。そうだね、うん、携帯あればカードとか止めれば、うん、現金さえそんな入ってなければあとはね、うん、まあまあ大事なものなくなっちゃったりはするかもしれないですけど、うんうん、そうだね、うん、携帯はちょっと携帯がなくて、先週壊しまして、うん、ちょっと東京にいなかったもので、うん、なんかあの大外金がなかなか借りれなくて、はいはい、何日間かずっとあの iPad で生活してたんですよ、うん、いやー不便でしたね。うん、まあ携帯として使うっていう意味で言うと iPad は不便やんね。そうですね、うん、なるほどなるほど。電話帳もわからず、うん、ですから、いや大変でした。まああのちょっと不便な生活っていうのもね、その昔を思い出すというか、うん、必要なのかもしれないですけれどもね。そうですね、うん、いやでもあれですよ、私はだから中学生ぐらいの時から周りが持ち始めたので、うん、携帯のないこのなんていうんですか、うん、社会人生活っていうのは経験してないんですよ。ああ、まあでも今もちゃんとした社会人が社会人じゃないかって言ったら別にちゃんとした社会人ではなさそうよね。ちゃんとしてますね、うん、ちゃんとしてますね。本当ですか。割りかし大外気を落としても平然とブログにつぶやく程度なのにみたいな、平然じゃないですよ。いやもうすごいショックだったからブログに書いたら誰か慰めてくれるかなみたいな。やっぱりみんなにまた慰めてもらおうというそのこすい作戦ね。うん、それでブロガーを増やしていくっていうか、あのブログをね見てくれる人を増やしていくというね作戦やね。いやー、うん、ねえ、なるほど。まあまあいろいろあってね、うん、はい、うん、まあでも確かにね。でも反対にあれやで、ブロ、あのブロフちゃん、あの携帯を持ってる、ずっとほら中学ぐらいからもう持ってた人たちっていうのってないの、考えられへんって言ってるけど、僕たち、はいはい、ほらなかった時代っていうのを知ってる人間なんかもやっぱりあの頃に戻んのかなって思ったら、うわちょっとどうかなって思っちゃうもん、ね、あ、そうですか。うん、あ、そうそう、いや、そっか、あの頃に戻れてさらに携帯もあったらって考えたら、うん、どうすか。そうだね、多分僕、まあ、今の例えばネット環境も含めて、はい、まあ、携帯であったり、まあ、今例えば iPad とかこういうねあのタブレット的なものが普通に存在してる中で、はい、だったとしたら多分ねハワイから帰ってきてないと思う。ああ、そうですか、うん、そうですね、帰ってきてないと思う。帰ってきた時のこのなんか、うわすごいな日本って思ったのがまだね、はい、あの折りたたみ式の前の折りたためないタイプの3万円ぐらいの携帯電話とかやったりとかね。はいはいはい。うん、はい。うん。それすらハワイはなかったんですか当時？いや、僕は別になんか別に必要ないかなと思って。ああ、そう。うん。持ってなかった。でもその当時なんかはやっぱりポケベルとかを持ってる人が多かった。ハワイの。ああ、うん、ああ、ハワイで。うん。あれハワイでも公衆電話にみんな並んでたんですか？公衆電話もしくは、なんだろう。ついてから電話する？オフィスとかについてから。ああ、そっかそっか。で、公衆電話なんかは、あの、ハワイのがめちゃくちゃいっぱいあるし、はい、あの、州内だと25セントでかけ放題やったから、お3時間、4時間とか、もう本当に5時間、6時間、10時間してても25セントだったんで。え、ですか？うん、州内は。へ、うん。どうす？だから、こう、よくね、の本当、ずーっとそこにいる人もいたりとかね、住んでんちゃうかとか思うような人もいたから。うん。そうですね、まあでもね、そんな時代をね、経て今になってきてるんですけれども。そうですね。うん。まあ確かに、まあ今こういうね、時代になってるから、内藤君なんかも先ほどもツイッターでもいきなりこう普通にこうつぶやけるっていうね。はい。うん。今日は久々にゆるラジの日、静岡県の FM ハイに電話出演しますとかっていうこと書いてますけど、5週間ぶり。はい、5週間ぶりです。もうどんだけ放置するんですか。5週間ぶりやったっけ？ 5 週間です。だってもう今週が、今月すでにもう4週目ですからね。あ、なるほど、なるほど。うんうん。だからで、1月の第、1月が5週あるうちの、うん、4週目、4週に出てるんで、うんうん。ほら。あ、なるほどね。
5週間です。まあ、ただ、先週の木曜日の20日か27日かどうって言ったら、20日は無理ですって断ったのは君だからね。うん。まあ、まあまあ、ね、富山行ってたからね。そう、富山行ってました。うん。忙しかったです、非常に。そうやね。はい、うん。だから、まあまあ、だいたい月一なペースでちゃんとできてるというところは、はい、ありますけれども。月一はできてますからね。うん。そうなんです。で、いよいよ、静岡で。はい。ね。そうなんです。うん。いやー、はい、どうぞ。どうぞ言って。どうぞ。うん、あなたが言ってくださいよ。あ、2014年。はい。ついにですね、新日本プロレスが静岡県に。ついにっていうか、去年も静岡は来てるけどね。はい。そうですね。まあ、2013年の11月に静岡市でやって以来ですかね、うん、静岡県内は。そうだね、はい。はい、今年もまた新日本プロレスがですね、2014年静岡県にお邪魔するということで、はい、3月7日、うん、金曜日、はい、富士市の富士山メッセと。はい、富士山メッセ。3月9日日曜日15時より、アクトシティ浜松と。はい。まあ、一日空いてはいるんですけど、うん、まあ、2連戦みたいな、うん、静岡県で珍しいんですね、こういうことは。そうですね。県内で連続してやると、うん、いうことで、なんなら静岡市の方なんかはどっちも行けちゃうんじゃないかみたいな。なんなら行けちゃうね。ね、ですよね、うん、そうそう、行けちゃう行けちゃう、うん、ね、ぜひ、はい、富士山メッセが、午後6時30分から、そして、はい、15時からは日曜日アクトシティということでね、7日と9日なんでね、まあ、ここは両方とも、うん、あの富士山メッセって私行ったことがないからのでして、はい、ちょっと地図で調べたんですけど、うん、新富士駅ですかね。そうそう、新富士駅、新富士駅、うん、もうすぐなんですよね。すぐすぐ、うん、で、まあ、アクトシティ浜松だって浜松駅の目の前ですから、うん、いや非常にアクセスがいい。そうやね、うん、これはね、来ていただけるんじゃないでしょうか。来やすいんじゃないでしょうか。まあまあ確かにね、はい、ぜひあの皆さん行ってほしいなと思いますけれどもね、うん、内藤選手は、まあ、やはり静岡のね、この2つの土地でやるっていう部分で、まあ浜松のアクトは毎回言ってるんですけども、非常にこう浜松って、はい、人入りますしね、人気ありますからね、ここはね。浜松がすごいですね、ほ、うんと毎回、うん。今回も植木校長だと、うん。ちらっと聞いております。そうやね。ちらっと。うん。はい、まあ、浜松は大丈夫だと思うし、今回やっぱ初めて開催されるという富士山メッセ。まあ、富士の方ね、はい。僕の知り合いがちょっと行くっては言ってたので。あ、ほんとですか。うん。あらま。はい、ぜひぜひね、こちらの方で、まあ、内藤選手以外のね、おすすめの選手とかもたくさんいると思いますので、うん、はい、行ってほしいなとは思いますけれども。そうですね。うん。きっかけは、うん、内藤と。ああ、きっかけはね。で、毎回それで踏み台されていくみたいな。踏み台って言いますね。うん。内藤から、うん。内藤、そしてこのゆるなじきっかけで、うん。新年を入って、うん。見に来てもらって、で、他の選手を応援していただけたら。なるほど。はい。いいんじゃないかと。岡田選手か、そうですね、田中選手か、中村選手かの方にこう流れていったりとかする人も多いんですかね。多いでしょうね。多いでしょうね。うん。その代わり私はね、最近ブーイングをもらってますから。あ、そうやんね。そうですよ。うん、新日本プロレス一ブーイングをもらう男ですよ。打たれ弱いようなイメージがあったけど、よかったね。なんか結構打たれ強くなったんじゃん、それで。そうですよ。うん。頑張りますよ。ブーイング。まあ、でも、あれやんね、前向きに、ブーイングもとりあえずね、気にはされてるっていうところがあるので。まあ、そうなんですよね。うん。なんかよかった。まあ、でも顔はもともとほら悪人顔だからさ。悪人ですか。悪人かな。いや、まあ、でもなんか、ブーイングされるっていうところでね、なんか、あれは、もっと頑張れっていうところもあるかもしれんよ。あるんですか？うん。もしかするともう、なんか、内藤さんって応援してても、なかなかこいつ勝ち寄らへんなとか思って、ここはもう一回ブーイングして、あ、なんかもうみんなからブーイングされてるわ、頑張らなあかんなっていう、はい、そういう気持ちにさせようという、なんか、温かさは感じないかな。感じないですよ。そうやな。うん。まあまあ、
ブーイング以外もね、でも応援してくれるファンも結構いるので、あの皆さんそちらの応援も、はい、しっかりしてあげてください。そうするとまたあの、ブログとかで調子に乗って喜んで書きますのでね。1日5、6回更新したりとかするかもしれませんけどね。そうね、そうなんですよ。うん。昔のね、ショコタンみたいにね、1日、ね、めちゃめちゃ更新するっていうパターンとかあるかもしれんからね。あ、回数を。うんうん。ああ、そうですか。いや、そうですかって、あなたがするかもしれんよって言ってる。いやいや、一言みたいに何を言ってんねん。私はやってませんよっていうことです、うん。なんか私がするかもしれへんやん、もしかすると。そうですね。うん。その時は、あ、なるほど。いよいよ、稼ごう思てるなとかって皆さん思ってもらえば、いいんじゃないでしょうか。はい。さあ、そして、この間ほら、ま、富山の遠征から神戸の方も行かれたんですけど、はい。富山の遠征っていうか、PR 活動でも含めて、そうですね。うん。行ってきたんですけど、神戸から、急遽帰ってきたじゃないですか。そうなんですよ。緊急帰郷。うん。はい。あれは、携帯を直すために緊急で帰ってきたの？それが一番ですね。うん、なるほど。災害機が欲しいと。うん。それがまあ一番なんですけども。うん。二番目が、二番目、はい。はい。プロレスリングノアという団体です、にですね。はい。うん、の、3月、8日に、有明コロシアムという、大きい会場でやるんですけども、はい、そこに、内藤が参戦するという発表ですね。はい。をしてまいりました。はい。まあ、ノアに参戦っていうところで、まあ、他団体じゃないですか。はい、そういう意味では、どうなんですか、はい、やっぱり、ちょっと、新日で試合をするっていう部分と違う、はい、いわゆる緊張感とか、またなんか違う自分の中で雰囲気みたいなのあるんですか？基本的に他団体に行くと、うん、大体こう、チヤホヤしてくれる？いやいやいや、そう違います。まあ、敵として見なされるので、うん、その団体のファンのお客さんからは、うん、ほうほう、基本的にそういう、こう、あんまり声援をもらえないっていう感じなんですよね。うん、ただ今回は、2対2なんですけども、うん、パートナーが、プロレスリングの丸内選手ということで、はいはい、うん、ちょっとですね、うん、そういう状況ではないわけですよ。なるほど、うんうん、私は敵としてプロレスリングノアに来たんじゃなくて、うん、丸内選手の助っ人というか丸内選手を助けに来たような感じになってるので、うん、はいはい、だから今まで経験したこう他団体参戦とはちょっとわけが違うので、うんうん、なんかどういう反応なんだろうなっていうのがちょっと想像できない。おー、ね、なるほど。あ、はい、いわゆる、他団体でも内藤の人気を確保してっていうので、僕、丸藤さんとタグなら、まあ、出てもいいよ、みたいな感じになったんかな。正解。なるほど、なるほど。うん。まあでもね、有明コロシアムということでね、まあその、一試合だけってわけではないの？まだもしかすると、っていうところあるの？まあその有明コロシアム次第でしょうね。うん。もしかしたらなんか続きがあるかもしれないですし。うん。ないかもしれないですし。うんうん。うん、まあ新日の選手もね、結構ノアの方に参戦してる選手もいますからね。いますね。うん。なのでまあでも、私、新日本内でもやらなきゃいけないことがまあ、山積みなので、あんまりまあ外に目を向けてる場合ではないのかもしれないですけども、うん、でも、せっかくのチャンスですし、うん、まあ、これ継続して参戦できたらなっていう気持ちはあります。うん。まあね、外のそういう飯を食ってくるっていうのもいいことだとは思うからね。はい。うん。まあ、非常にそのあたりも話題にもなってますしね、内藤哲也がどういう戦いをするんだろうかというところでの期待度っていうのも上がってきてるのかなとは思いますからね。頑張ってきますよ。そうやな。頑張らへんかったらもう一気にもう、へえへじゃないやろ、みたいなね、感じになるからね。5年半ぶりに、プロレスリングのリングに上がるので。うん、はい。いや、楽しみですね。そうやね。20代の頃と30代になってからとだいぶ違うからね。はい。どんだけ衰えたかっていうのを。皆さんにお見せしますよ。あれ、4年ぶりっていうことは、いつやったの？いや、5年半ぶり。そうか、じゃあもう、ゆるラジに出てからはなかったよね。ないですね。うん、まだまあ、デビュー私2年ぐらいで、うん、当時はユーズロー選手と、ノーリミットっていうチームをやって、うん、はいはい、まだ海外遠征も行く前だったので、うん、まだジュニアヘビー級でやってた頃なんですけど、はいはい。はい、その時に、
チラッとだけ参戦しました。で、うん、ジュニアタッグというベルトにも挑戦したんですけども、うん、はい、まあ負けてしまったんですけどね、うん、まあでもね、その時とまたやっぱり成長した内藤哲也っていう部分での違いはあると思うし、はい、ね、まあ、あの、新日本プロレスをこう、引っ張っていかないといけない。なんかやっぱりね、自分でも言ってたやっぱ主役とかって、まあ、あの、まだ今年なりきれてないからさ。はい、まあまあ、今までなったことないですけどね。そうだね。ほんま、口だけでね、はい、こうね、主役主役って言ってるけど、うん。うん。本当は高くですよ。そうだね。なんかどこ見てんのかよくわからなく最近になってきたからね、内藤がね。うん。なので、まあ、あの、ぜひぜひ、まあそちらの方でもね、はい、いい形で、まあ本当新日本プロレスにもいい風を吹き込めるようなね、そういう戦い方をしてほしいなと思いますので、はい、はいはい、まあそうですね、うん、まあ言ってもね、まずはこの静岡県内の人はですね、3月の7日、富士山メッセ、はい、そして9日の浜松アクトシティ、こちらの方ね、新日本プロレスやってきますので、内藤選手の試合もありますので、はい、ぜひぜひ行っていただければなと思います。詳しいことはホームページの方でチェックしていただければなと思います。はい。はい。じゃあ最後に内藤くん。はい。リスナーにメッセージをお願いします。あ、わかりました。来週、3月7日、金曜日、3月9日、日曜日と、新日本プロレスが静岡県にお邪魔します。静岡県の皆様が愛してやまない内藤哲也も、この大会参加しますので、ぜひ、お時間ありましたら、3月7日、富士山メッセ、3月9日、アクトシティ浜松、ぜひ会場に来て、内藤と応援していただけたらなと思います。会場でお待ちしてます。はい、ということで、少しイラッとした方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね。いや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 。いや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 。あ、違うの？いないですよね。それは会場でどうなるかということを楽しんでいただければと思いますけれどもね。意外にそう言いながらブーイングを楽しみにしてるっていう雰囲気ももしかするとあるのかなみたいなね。ブーイング待ってるよっていうふりをしてんのかなっていう雰囲気は。ふりじゃない？応援していただきたい。内藤って言ってほしいよね。はい。はい。じゃあ、ぜひぜひそちら応援していただきたいなと思います。ということで、今日のね、内藤哲也選手のゆるラジのコーダーをお届けしました。また来月もよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。内藤君ありがとうございました。はい。ありがとうございました。